中山香織です。この動画では兵庫クイーンカップの3連単勝をお届けいたします。まず本命に選んだのが1番の白山アマゾネスです。ここ2戦はアンティキテラやキャリカーリードに先着されておりますが、負けても馬券圏内に残す走りができており、見かけるにはまだ早いと評価しました。今回は得意な園田競馬場という点と今回の相対関係からも頭を狙えると判断して本命に選びました。続いて対抗に選んだのが6番のスマイルミーシャです。前走の6後輩での12着という内容はさすがに負けすぎという印象なので、今回は2番手に評価を下げました。ただ前走の時のパドックはかなり良かったので、状態が一気に落ち込む可能性は低いと考えられるので巻き返しに期待します。次に3番手評価に選んだのが7番のわらしべ長者です。西日本3歳優駿を2着に構想したように、相手が強くなっても相手なりの競馬ができる点を評価しました。今回も強豪相手ですが、馬券的には初の馬となりそうです。最後穴馬に選んだのが4番のマルグリットです。すでに白山アマゾネスやスマイルミーシャには負けた経験がある馬ですが、キャリアを重ねるごとに能力が上がっており、今の粘り強さならチャンスがあると判断して穴馬で抑えます。今回は3連単1着工程で1番から4番6番7番に流した6点と、4番から1番6番7番に流した馬連3点を追加した合計9点で勝負したいと思います。